にちは。大阪羽曳野市よりやってまいりました、四天王寺大学よさこいソーラム不器用です。今から演舞させていただくのは、私たち不器用の2017年度作品ともしびです。今年のテーマは復興。突如として現れた絶望により、大切なものを失った人々が悲しみを乗り越え、また新たな未来への復興の道を歩んでいく姿を表現しています。この夢に見たフィナーレのステージでもう一度演舞できるのをとても嬉しく思います。精一杯演舞させていただきます。どうかご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの日の思いが花となり、今心の火を灯す。